ズールレーン。指揮官は知っていますか？幸せにあふれる笑顔こそ世界で一番可愛らしい存在であることを。みんなの、そして指揮官の笑顔を私はずっと守っていきたいと思います。我の刀を見なかった？ここに置いてあったはずなのに、いつの間にかなくなってて。とにかくこのままではまずい。まずいから助けて。みんなと一緒に生活してようやく気づきました。自分の気持ちを正しく表すのは難しいと。楽しいとか恋とか。指揮官も最近少しは様になってきたんじゃないか。ひとまずお前の努力を認めてやろう。暗いのが苦手そう。北風は指揮官をゆっくり追従する。指揮官殿はこれまで何のために戦ってきたのですか？ちょっとだけ気になりまして。あ、でもどんなことだろうとこの島風全力でお手伝いしますよ。今回は前に出すぎないってば。私が見た夢、糸を忘れまほしき悲しさ、永遠に溺れまほしき喜び。はあ、現実も無限のごとく、そなたが果たしてまことなりや。指揮官様、今他の子と話しましたよね。赤城に会いに来ているのに、なんで他の子と話すの？誘惑されたの？じゃああんなやつ、この赤城が。そうなりましたら、このユニットにはもはや他の子など不要。指揮官様が触れられないよう、掃除した方がいいかしら。指揮官、指揮官、早く服を脱いでにゃ。明石がもしもの時に備えて、指揮官の体を研究しておくにゃ。指揮官様は、この天城をも認めさせた方ですから、もう少し自信を持った方がいいですわ。指揮官が悪いのよ。こんなに可愛い表情しちゃって。これじゃもっと可愛がってあげたくなるじゃない。気になると言われましても、いきなり教えるわけには参りませんね。そうだ、指揮官が私の言うことを一つ聞いてくだされば、指揮官の気になっていることを一つ教えてあげるっていうのはいかがです？指揮官が楽しく感じることが町会にとって一番の幸せです。指揮官のおかげで空母のみんなの艦載機ともっと近づくことができた。私にとってこれが一番幸せなことなの。指揮官ありがとう。あの対戦ではヨクタンを沈めたからハムマンに時々睨まれるけど、今は味方だからいいよね。ほら、ヨクタン本人も大丈夫って言ってるし。指揮官、私可愛い？もっと聞きたいな。ねえねえ、もう一度言って。私にもなぜこんな感情があるか不思議でたまらないものだ。獣の本能だろうか。指揮官、どうすればより強くなれる？このまま進み続ければいいと思っていたが、天城さん、そしてお前のことを見た限り、どうもそれだけでは足りんようだ。
ついさっきすごいことに気づいたけど、明日は休日で指揮官もうちも何も予定入れてないって、そんな偶然の日はなかなかないわね。そういうめったにないめでたい日には一体何をすればいいか、あんたはどう思う？いや、悩ましい。現実から目を背け、ただただ理想と夢を叫び続ける、そんな愚昧さと甘さは大嫌いだ。指揮官はそうならないよな。母校に出没する長い髪の毛の真っ白な女の子、実は指揮官の後ろに、あんまり気にしない？そっか。ちょっとびっくりさせて話題を作ろうと思ったのにな。戦闘で華麗な大活躍をしても見てくれる仲間がいないと楽しくないわね。よし、仕事から上がったらヒューガと練習して、その後駿河と指揮官も連れて伊勢たちと一杯飲んで、いい感じ。指揮官は変わってるな。こんな感じは初めてだ。だけどそう悪くはない。ね、少し雑談に付き合ってくれるか。お主の努力は認めよう。だがな、これ式のことで怠けてはならぬぞ。なるほど、偽装を下ろしてから皆に怖がられなくなったな。確かに気持ちが軽くなっておるが、でもこの淡い喪失感はなぜだろう。帰還をヤマトに譲った時と同じような。あくまで仲間たちから言葉自体をたびたび聞かされていたので好奇心ゆえの質問ですが、女の勘というのは一体どういうものでしょう。自分も消せないと。なるほど、あなたにとっても難問のようですね。頑張って手に入れた栄誉は喜んで誇りにします。そしてそれを糧にさらに前進を。というわけで指揮官、私をもっと出撃させてください。聞いてください指揮官、先輩たちはずるいんです。もうすぐで追い越せそうなのに、またすぐずっと上に行って、もう本当にずるいんです。心配してくれているのはわかるけど、さすがにみんなの前でそれをやるのは恥ずかしいです。私を困らせてどうするんですか。もう、指揮官にやってほしいことは、お茶を入れてもらう、お弁当を作ってもらう、寝てしまった鈴つきを寮まで運んでもらう。そんなことは。コート忘れました。指揮官様ったら結構忘れっぽいですね。仕方ありませんね、大砲が取ってきてあげます。ん？部屋の鍵ですか？ご安心ください、大砲はちゃんと用意してありますから。指揮官様、大砲のアイドルグッズですわ。もちろんお店で売るようなものではなくて、すべては指揮官様のための特別仕様。どこが特別か気になりますよね。最近修行の時いつも心が落ち着かない。指揮官殿のことを思うと剣も乱れてしまう。指揮官殿、この拙者はおそばに置いていただく価値があるのだろうか。一人なら規則にもルールにも縛られず、
好き勝手に動くのが性分でな。まして、貴様がいれば、こっちも慎重に動かざるを得なくなる。ふん、悩ませてくれる。デート?はい。この優雅な雪風様は、そうやすやすと他人の誘いには乗らない?じゃあ他の人にするの?待て、待つのだ。この雪風様をこのまま放置する気か?指揮官のせいでまた姉妹たちに笑われた。どうしてくれるんだ?頭なでなでぐらいじゃ。許してやる、あげないもん。イラッとするときや何すればいいかわからないときはいつも訓練に行っているのよ。そう、私いつか強くなって絶対あのグレイゴーストを追い抜くんだから。